尾道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。しかし宇佐美優太が牢を仕留め損ねた以上、牢は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になって晒されるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか、広瀬。ボスが火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで、採用会はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ何が起きたっておかしかねえ。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だが牢にはまだ聞かなきゃならねえことがあるんだ。吉米，这就是你弟弟。可爱吗？嗯。但是，你们必须今天道别。为什么？因为，这孩子，只是我们郎家的保险。吉米，你要好好记住，这是我们领导济汪会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉，也必须舍去。您说什么？你要记住，只有你是我的儿子。老弟，喂，老弟，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 H， 我们现在就能把那些被暴对法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老弟，你给我个机会吧。你还没完吗？不行就是不行，济汪会不可侵犯日本，我们已经同意阳明联合会了。难道跟日本向下一个小小组织的约定会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。你难道不懂对组织首领的礼貌吗？老弟，不，老大，你也知道现在济汪会的状况很苦，警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但济汪会从以前就把黑孩子给送进日本，现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？给我个机会吧，老弟，我绝对可以支配东京。你怎么支配？东京有个东城会守着，就算
暴队法绑紧了他们，那群黑帮不会白白的把他们的领地给你。那咱们再利用阳明联合会就好，只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟艾带进神事亭里，到这地步我们就能简单的掌握那条街。太短见了，克鲁斯哪会那么简单听你的？他当然听我的，连接受黑孩子这种没利益的事他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。吉米，现在就是舍去阳明联合会的时候，给我个机会，告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。我的确必须告诉你一个秘密。什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为我お前が治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。大丈夫か、ロウ。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア街での話の続きが聞きたいんだ。話せるか？なあ。またその前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについてはお前もだ、キリュウ。分かってるな？伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロウ、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロウ、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬の親父さんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか？そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年。父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、
具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も、私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には石見平蔵も来栖武尊というもう一つの顔を持ち、石見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因で、クルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。ああ、そうだ。中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち、戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお代は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマンロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵配図に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見常雄が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミー・ローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃ
我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください。総帥、何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ。尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば、尾道から入り込んだ兵配置たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上海再生計画。カムロ町東上海再生計画。常雄の目的は菅井と染谷を使って東上海を乗っ取り、ゆくゆくはカムロ町の利権を全てその手に入れるというもの。
斎王会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通りだ。岩見恒夫は我々斎王会や菅井に神室町の抗争を演じさせ、まず東条会の六代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東条会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒夫はアジア外に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしても恒夫の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。雄太を斎王会の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと、俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬は雄太を私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。桐生さん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ遥かも春とも今頃どうなってたかわからねえ。俺も雄太と同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。少しいいか、桐生。はるかのことなんだがな。何かあったのか。回復の兆しが出てきた。え、本当ですか。お前らがアジア外に行っている間、はるかのいる警察病院でハルトをかくまってたんだ。その時、偶然かもしれんが、眠っていたあいつの目から涙がこぼれた。あいつも必死になって目覚まそうとしてるんだ。たまにはいいニュースもねえとな。そうか、ありがとうな、伊達さん。桐生さん、尾道の秘密はあなたに託す。私にはもうあまり時間が残されていない。何だと。これを。これは先代が私に託したマイクロフィルムのデータ。あなたの持っている携帯で読み込めるはずだ。さっきあんたが言ってた暗号が入っているってことか。ああ、
解読すれば尾道の秘密を暴く鍵となる。私には解けなかったが、尾道に詳しい者になら何かわかるかもしれない。そしてあなたが尾道の秘密に迫れば、その前に立ちふさがるのが広瀬だ。彼はあなたを殺してでも阻止しに来るだろう。なぜ俺に秘密を託すことにした？あなたは沢村遥の親代わりだ。私の息子が愛した娘の父親。つまり我々は両家の父親同士ということになるな。もちろん今さら私に雄太の父親面する資格はない。それでも私が尾道の秘密と息子のことを託せる相手はあなただけだ。雄太を。雄太にとって広瀬という男は親と言うべき存在らしい。その広瀬を疑い続けて生きていくことは辛いはずだ。何らかの決着が必要になる。そして尾道の秘密を暴くことがそのきっかけになるはずだ。待て。もう一つ。あんたさっき時間が残されてないと言っていたな。あれはどういうことだ？私は宇佐美雄太を後継者とすることを断念したと組織に連絡を入れた。何？それは西洋界の血の掟を守れなかったということを意味する。組織は存続するために私に代わる新たな総帥を立てるだろう。同時に掟を破った者には相応の償いが求められる。それじゃあんたは？間もなく西洋界の資格が私のもとに来るはずだ。私が一緒にいては足手まといになる。西洋界はアジア外から撤退する。心残りは岩見恒雄に殺されたジミーローの仇を取ってやれなかったことだ。ロウ、ユータに何か伝えることは？私はあの子の赤ん坊を殺そうとした男だ。最後に可愛い孫の顔を見れてよかったなどと言っても信じてはもらえまい。鍵がか。どうした？あいつはもう二度と俺たちの前には現れない。え？ローは俺に尾道の秘密を暴く鍵を託していった。俺はこれから尾道に向かう。秘密を暴きに行くってことは？ああ。ただその前に広瀬一家の連中とも話す必要がある。あいつらが親と慕ってきた広瀬の親分と対決することになるかもしれないんだ。俺にはあいつらに通さなきゃならねえ筋がある。なんでお前がそこまでしなきゃならねえんだ？牢が姿消したってんなら、もう春とや遥が狙われる理由もなくなるんじゃねえか？お前がこれ以上尾道に首突っ込む必要はねえ。
違うか。広瀬一家のあいつらをこの件に巻き込んできたのは間違いなく俺だ。それをもう俺の用は済んだと、今さら手引くなんて真似はしたくない。ったく、お前ってやつは変わらねえな。分かったよ、もう勝手にしろ。ユータ、お前はハルトを連れてハルカのところへ行け。え？尾道へは俺一人で行く。なんですか？いや、俺も行きますよ。俺はな、ユータ、俺の目の前でハルカの両親が死んだ日、誓ったことがある。あいつもいつか好きな男ができて子供を持つだろう。そんな日が来るまで俺があいつの親でいようってな。兄貴、今の遥かには誰かがそばにいてやる必要がある。だがそれは父親の役目じゃない。お前にしかできないことだ。そうはいきませんよ。ローは広瀬の親父さんのことを好き放題でたらめ並べていったんすよ。俺は親父さんの無実を尾道で確かめなきゃなんないんす。それでやっぱり親父さんが無実だったら、俺は今度こそあのローをぶっ殺してやる。おい、なんだよ。え、デカの前で随分な言い草だな。舐めてんのかお前。いや、そういうわけじゃ。宇佐美優太、さっき起きたアジア街の火事の件でお前に話がある。ちょっと冗談。こいつのことは任しとけ。伊達さん、お前も娘を持つ父親だったんだよな。若い男に娘取られる気持ちはどうだ。俺にはよくわかるよ。急に先輩風吹かさないでくれ。ほれ、行くぞ。マジかよ、あんた。頼むよ、ちょっと勘弁してくれって。辰徳流。かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さんじゃの。病名連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は？親父からの命令ですけ。理由も何もないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。
そうですか。こっちも手段は選ばんど、大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち殺したれ。いら。またどうぞ。
昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴、ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭からお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったらキリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にして、そこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我や、なんじゃいよなら。キリュウさん、王者、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地っちゅうもんを見しちゃる。我も殺す気で来いや。行くぞ。 Ah!
じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろ。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい南雲、連中に俺とはもう切れたと言え。そうすりゃお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな頭。本家の連中に見せたでや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。南雲、クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやっさんとあのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやっさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの。
桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は、俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7、7、36、1、7、9、22、1、1。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあ牢の暗号のもとになった開示表が何なんか分かればええっちことか。そういうことになります。確か牢は尾道に詳しい人間であれば何かわかるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、わかった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。墓からも花桶からもひばりかな。小林一茶。
ついて付き合ってくれ。正体だ。クヒダ、ノキシゲク、立てる家々、足火、尾形子。赤森のあんた、なん…キリュウだ。キリュウさんか。なんで…わしはな、あんたにはわか…陽気な…今まではずっと…多分…よく…あんたじゃったら…
クヒだ。覚えきれぬ。島エミスイ。私、急にどうしたんだよ、ミサ。あの、中学の時、私がアイドル…ああ、テレビで沢村遥の引退ステージ、見たからだよな。ミサがアイドルに憧れたきっかけは、遥のあのステージ。あの時、周りのみんなは私のことを笑ってバカにしてたけど、それからもずっと応援してくれて。実はその、私…これ以上俺がここにいちゃ…ん？おおおおあんなら他のとこでちょっと勝手に見せつけようってあっち行けだおうおほうじゃえいや俺来年嘘先輩姉ちゃんあんないよいや絶対あおう邪魔すんな邪魔なのはお前らこの子をナンパしたけりゃなんじゃこいつくそしゃあないわすぐに後悔させたんでおれ！ふっ！立てろ！よっしゃ！うん！ふっ！うわぁ！許すぞ！死にさらせ！おぼうさ！ふっ！立てろ！おっさん、わしゃ…そこまでにしてくれる？もう十分で…遠藤さん？何？どういうこと？あの女、ミサのマネージャーってこと…彼らには私が頼んだのよ。ミサの告白を邪魔するようにってね。何？案の定、憧れの先輩は臆病者の本性を見せた。遠藤さん、私、東京に行く荷造り…まだしてないんですそうだねそれがいいよミサもうあの子に近づかないで桐生あんたこの業界であなたの顔を覚えている人なんであなたがこの町にいるかは聞かないけどこのまま未練なく東京に送り出してあげたいのよね先輩何ええそもそもこの筋書きを彼らは僕のクラスメートですたくえらい目に遭うたわみんなごめんな今度飯をおごるからそれで勘弁してなおいじゃあの説明してもらえる説明になるかどうか分かりませんけど僕は誰より彼女がどれだけ厳しいレッスンに耐えたからこれからアイドルになる彼女がこんな僕なんかに告白しちゃダメなんですよ彼はミサが自分の気持ちに気づく前からずっとミサのことがそれじゃあお前はミサの夢のために自分から悪者になって身を引いたあいつの夢を邪魔したら僕は後で自分もし僕がミサと付き合ったとしてもいつか彼女もきっと夢を諦めたことを後悔するついこの間遠藤さんからミサの僕への気持ちを聞かされてだから演技だとしても彼女からの告白をことそれでこんな僕がミサに愛想を尽かされれば僕は彼女にどう思われたっていいんですそれで全部うまくいっ
好きな女のためとはいえなかなかできることじゃねえな。キリュウ、もしこの後彼女に会うこと、俺の本音を言えばありのままを見せたが、どうやらよそ者の俺が口出す。ありがとうございます。ありがとう、キリュウさん。これはほんの気持ちよ。口止め料。ただの気持ちだってば。でもあなた有名な極道って話だったけど。そうか、あんたも見た目よりは優。もちろん。そういやミサ、ん？ミサ、いつからそ。おい待て、クヒダ、つわものに酒ふ夏目漱石。なんでに、あんな話を聞いてお前が混乱してるのはわかる。だが聞いてくれ。何も聞かなかったことにして東京に行け。それがお前の先輩や遠藤の望みだ。それじゃ桐生さんもあの人たちの肩を持つんですね。そうなるな。ねえ、キリュウさん。なんだ。私ね、先輩が私を置いてチンピラから逃げるような人なら最初から好きになんかなってない。バレバレなんだよな。先輩言ったらすぐおかしいって思ったから帰ったふりして様子を見てたんです。アイドルになるんだったら演技も上手じゃないとね。でも嬉しかった。先輩が私のことあそこまで考えてくれてたなんて。私頑張らなきゃね。今度こそ決心がついたよ。はあ、それにあいつもお前がアイドルを目指すから安心して送り出せるのかもな。え？アイドルに恋愛は禁物なんだろ。なら私が芸能界をやりきるまで先輩は私のこと待っててくれるかな。あいつならダメだと言っても待つ気がするぜ。だといいですけど。じゃあ頑張れよミサ、応援してるからな。あのね、キリュウさん、私にとってアイドルになることは夢の第一歩なんだ。本当言うとアイドルを引退するときにやりたいことがあるんです。ん？ドームの大観衆の前で最高なパフォーマンスをして天劇的な引退宣言をするの。そして全国のお茶の間を驚かせて惜しまれながら表舞台、はるかちゃんみたい。冗談だろう。さあどうでしょう。経験者としてはどう思います。やめておけ。後の始末で周りのもんまでえらく大変だ。マスコミに追いかけ回されたりしてな。やっぱりそうなんだ。ああですよね。
猫か。ほーら、うまそうだな。うまそうだな。来い、興味ねえか。行ってしまった。クヒダ、ヒダルキはことに戦の場所。海賊たちの亡霊。ふん、ここまで来た。始めようか。のどかす正岡式。影は青海原を照らしつつ光る孔雀の尾道の沖十返舎へ行く。ん？ああ、この古来から風光明媚ここを訪れたこの土地に尾道の先人たち。お前さんも暇そうだな。クヒは全部で9つ。分かった。
悔いだ。盤石座すべく待つ夜べし。憔悴かくるところ開口を現る。六年重ねて来たる三種万が相つと神戸を巡らし、騎手生来三陽。